やっと今まで黙っていたことを公開できる日がやってまいりました。僕がディレクションする K 重永のね、2つ目の取扱店舗となるお店で発売開始されました。カナダに本拠地を置くラグジュアリー EC エッセンスで取り扱いが開始いたしました。こんにちは、ロンゲと坊主と YouTube ロンゲです。今日は10月16日お昼ぐらいですかね。やっと、今まで黙っていた、アナウンスしたかったことを公開できる日がやってまいりました。僕がディレクションするジュエリーのブランド K 重永のね、2つ目の取扱店舗となるお店でうちのジュエリーのコレクションが発売開始されました。もう朝の時点で、Twitter だったり Instagram ではアナウンスしたんですけど、カナダに本拠地を置くラグジュアリー EC エッセンスで取り扱いが開始いたしました。エッセンスのことをご存じない方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、世界的に見てラグジュアリー EC e コマースのお店の中では最大手のお店になるかと思います。グッチとか、バレンシアガのようなラグジュアリーメゾンのブランドから、コムデギャルソン、ヨージのようなリックオーエンスとかね、そういうモードのブランド、あとは若手のブランド、ストリートのブランドも扱ってたりとか、幅広く、たくさんのブランドを扱ってますね。そこにうちのブランドが入りました。で、今10月なんでね、 AW19 から取り扱いってことで、実際には僕はそのバイヤーさんとね、半年ほど前から、やり取りをしていて、いつアップされるだろうとね、心待ちにしていたんですけど、やっと展開されました。今朝起きてそのバイヤーさんからメールが来てて、今オンラインにアップされたよっていうねのが来てて、それで確認したんですけど、もうすでにいくつかね、サイズ掛けというか売り切れのサイズが出てきてたりして、とてもありがたく思っております。今回は8種類ですね、3種類バングルと5種類リングを展開していただいております。はい、というわけでこれがエッセンスのウェブサイトになりますね。はい、でメンズのカテゴリーの中から、こうブランドがバーッとあるんですけど、そこの K 重永 K のところですね、はい、ここですね、ここ K 重永クリックすると、こうやって紹介文を書いてくださっていて、ここに8個タミのバングル、つぼみのバングル、シンのバングル、あとは強っていうリングと強化っていうリング、あとコリューっていうリングとシンの3コンビネーションリング、タミのリングの合計8個が販売されております。詳しくはね、エッセンスの方で見ていただけたらと思うんですけど、海外展開っていう形になるので、価格で言うと日本国内でオーダーしていただくよりも少し価格は上がってはいます。ただエッセンスの方で在庫は持っているので、もし今すぐ欲しいっていう方とかね、例えばギフトで誕生日がここの日でもうすぐ欲しいみたいな感じの方だったら、エッセンスとかでオーダーしていただいたらすぐ発送してもらえると思います。うちのウェブサイトだと今2ヶ月から3ヶ月ぐらいオーダーいただいてからね、制作に入って納品まで時間がかかってしまうので、エッセンスでも見てみてください、機会があったら。まだまだいろいろ海外の店舗これから増えていく予定があるんですけど、とりあえず第1弾というか海外展開の1個目のお店としてエッセンスできたことは非常に光栄に思っております。本当にブランドの運営の仕方もわからないというか、僕もパートナーの重永もどこかのブランドでね働いていたという経験もないし、重永もどこかのブランドの下で修行をしていたとかそういう経験もなければ、2人でもう手探りでやってきたブランドがエッセンスで扱っていただけるというところまでやっとスタート地点に立てたかなということを思っております。これも今まで応援してくださったね方たちあってこそなので、本当にありがたく思っております。ありがとうございます。なんでこれからね、いくつかまた海外の店舗を控えてるんですけど、またそれも決まり次第というか展開が開始次第順次アナウンスしていこうかなと思っております。というわけでこれからも K 重永よろしくお願いいたします。また大阪でね
直近だと11月の2日から4日で展示会というか受注会をやるので、もし関西の方いらっしゃいましたら遊びに来てください。そこでね、ぜひぜひ実物を手に取ってオーダーしていただけたらなと思っております。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。また圭重永もこれから頑張っていくのでよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。